やあ。おう。はい。ありがとうございます。ライフガードさん、また遊びに来たぜ。そろそろ俺らも帰らないといけなくなっちまってさ。でもせっかくのハワイ旅行だし、心残りがあるのは嫌じゃん。だから最後にパーッとこのビーチで楽しんでやろうと思ってさ、友達をたくさん連れてきたんだよ。友達？本当はもっと遊びたかったんだけど、あんたに邪魔ばっかりされたからよ。邪魔って、あなたたちが迷惑なことばかりするからでしょう。うるせえんだよ。何がマナーだ、勝手にルール押し付けやがって。こっちは高い金払ってここまで来てんだ。ホテルやその辺の店にだって金落としてやってんだよ。ビーチくらい好きに遊ばせろや。そんな無茶苦茶な。ってわけだから、今日はまずてめえをぶっ飛ばすところから楽しませてもらおうかな。ちょっと待ちな。あ、か春日さん。なんだよ、この間の爆発頭か。お前もこいつと同じライフガードなのか。まあな、つっても本業ってわけじゃねえから、ライフガードの手伝いって感じだけどよ。今日も一仕事しに来たところで、大変なんだぜライフガードって。熱中症の人や溺れてる人助けたり、ゴミとか掃除したりな。な話聞いてねえよ。
部外者が口挟んでくんじゃねえ。消えろ。いや、そうはいかねえ。さっき言っただろ、俺はゴミ掃除しに来たんだよ。ちょうど目の前にでけえゴミがあるようだしな。お前、俺らをゴミだって言いてえのか。自覚があるなら掃除される前に立ち去りな。マナーも守れないお前らはこのビーチじゃゴミ以下だぜ。だと？気が変わった。お前ら、レイモンドは後だ。先にこのクソ野郎ぶっ殺すぞ。Hey, you! 面白そうなやつだな。よし、やるぜ。相手してやる。受けてみな。いくぜ。俺の番だ。まだくたばれねえ。使っとくか。俺の手数がいるな。俺の番だ。受けてみな。行くぜ。痛めつけてやんよ。終わらせる。これに懲りたらもう迷惑かけるようなことはやめるんだな。いいぞライフガード。マナーを守れない奴らは出て行け。くそ。いや、すっきりしました。あいつら来るたびにバカ騒ぎしてすごく嫌だったんです。みんなのビーチなんだから気持ちよく遊びたいものね。本当にありがとう。いや、そんな大層なことはしてねえよ。それに礼ならいつもアルファビーチを守ってるこのライフガードに言ってやってくれ。みんな楽しく安全にビーチを使ってほしいっていつも言いながらパトロールしてくれてるんだ。ええ、知ってますよ。いつも本当にありがとうね。あなたたちがいるから安心して楽しめるのよね。これからもよろしくお願いしますね、ライフガードさん。は、はい。それじゃあね。ありがとうございました、春日さん。僕一人ならきっとボコボコにされていました。気にすんな。あんたらライフガードが守ってるビーチで好き勝手されるのが気に食わなかっただけさ。これは今回のというよりも僕の気持ちです。これまでもたくさん手伝って支えてくれて本当にありがとうございました。ありがとうな。大事に使わせてもらうぜ。ここしばらくライフガードの手伝いをしていろいろ勉強になったよ。楽しいところでも困ってる人ってのはたくさんいる。その人たちを陰から助けて観光地を支えているのは
本当に大変だし、マジで立派な仕事だ。春日さん、そう言ってもらえて嬉しいです。ライフガードって地味だし、万年人手不足だし、内容は結構ハードだし、簡単なタスクではありません。でもここで笑っている人たちの顔を見ると元気が出るし、守っていきたいって思うんですよ。僕もそうしてもらったように。そういえばレイモンドも昔はライフガードに助けてもらったんだったな。ああ、覚えててくれたんですね。そのことなんですが、実は先日。先輩！ん？向こうのパトロール完了しました。異常なしです。そうか、お疲れ様。じゃあ次の交代まで待機所でゆっくり休んでくれ。なあ、冷蔵庫に飲み物が入っているから飲んでね。はい、ありがとうございます。では失礼します。初めて見る顔だな。レイモンドのことを先輩って言ってたけど、新入りか？ええ、先日から働き始めてくれた新人のライフガードです。彼、実は何年か前にこの海で溺れかけていたのを僕が助けた子なんですよ。え？その時のことを覚えてくれていたみたいで、ライフガードに志願してここへ配属になったんです。へえ、どこかで聞いたことあるような話だな。そうですね。別に恩を売りたくてしていることではないですが、正直嬉しかったです。僕が助けた子がそれをきっかけに一緒にビーチの人たちを守る側の人になりたいって思ってくれたこと。あの新人ライフガード君からしたらレイモンドはヒーローだもんね。そんな大げさなものではないですけど、でも失望されないようにこれまで以上に立派に振る舞わないと。何しろ僕はこの海のライフガードなんですからね。あんたみたいな人がいる限り、この海は大丈夫だと思うぜ。きっと頼もしいライフガードも増える。俺はここにずっといられるわけじゃないけど、この海のためにできることがあったらこれからもサポートしたいって思った。せっかく綺麗なビーチなんだ。マナー守って楽しく使わないともったいないもんな。そうですね。それでは共にこの楽しくて素敵な海を守っていきましょう。ああ。あいたたたた。足をくじいてしまった。お、困っている人の声が。ちょっと僕行ってきますね。お、頑張れよ。ライフガードか。まさにビーチの守護神だな。頼もしい存在だが、まずはビーチを使う俺らがマナーを守ってトラブルを起こさないようにするのが大事だよな。これからもこのビーチをよろしく頼むぜ、レイモンド。